皆さんこんにちは。横浜 FC 対横浜 F マリノス、本日の試合解説は元日本代表北澤豪さんをお招きしています。北澤さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。天候ですが、現在気温は28度、湿度が 53%、 そしてよく晴れています。さあ北澤さん、空は綺麗に晴れ上がりましたね。そうですね。そして気温がかなり高くなっていますが、この辺は選手にとってはどうなんでしょうか。そうですね、もしかするとね、人によっては体力消耗するのが早くなるかもしれませんから、その辺は心配ですね。さあ選手がピッチへ現れてきました。またピッチの様子を刻々と伝えてくれるのはフローラン・ダバディさんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあキックオフまであと少しです。今試合開始です。サイドをご紹介しましょう。右のエンドを守るのは F マリノス、対して左のエンドを守るのは横浜 FC。 さあ固まっている、外側からいった。さあ行けるか、増えないですよ。サイドからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。んっと動いたか。カノー、激しいマークを見せます。さあロングパスだ。おっとタックル。いいプレッシャーだ。内田、オムラ、つないで山口、後ろからのマーク、玉野、右から放りません。サイド攻撃を見せました。おや、ここで止めましたね。山口、ここで主審に呼ばれています。しかしここは注意だけのようです。頭で競り合います。田中、縦に出して、いい攻撃。おお、果敢に奪いに行きます。ボールを回して、ここは戻します。止めた、繋がらない。上野、右サイドを使ってきた。田中、縦に出す。河合、中澤、今日のキャプテンです。さらに返す、下げて、少し出して、中澤、一度下げて。田中、キープ力には評判のある選手。さあ右から上がっていきます。さあ競っていく、ここは大きくクリアした。いい形になった。後ろへ預けた、右に送って、先制のチャンス。後ろからさらに行く、久保、内田、いい守りを見せました。この辺から少し前線で止められる回数が増えていますよね。はい、まあそれだけ相手も必死ですから、そう簡単にはいきませんよね。一旦後方へ下げます。短くつなぎます。さあ戻して、後ろからチェック、後ろへ、小野、早川、右へ出した、いいところで受けた、
いいプレーですね。ここで奪い合う。ゴールキックです。前半も15分が過ぎました。ここは戻します。カノー、壁を使います。いいワンタッチです。先制のチャンスだ。サイドからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。 F マリノス、ここは及びませんでした。田中、ここでオーバーラップ。いいディフェンスを見せているのは横浜 FC。 さあ今度はコーナーキックからの攻撃に変わります。危ないところでした。これを合わせた。いくか。いいディフェンスを見せます。玉野、マルケス、坂田、ようやくこの2人の2トップにボールが絡んできています。しかしここは防がれました。後ろからのマーク。山口、もう一回山口、左にさばいて、そしてここは小野。ちょっとこれは読まれましたね。田中、詰め寄られました。少し出して後ろからチェック。スローインに変わります。栗原、パスをつないでいく。カットして後ろ、ちょっと合いません。左へ、左サイド。さあ一人で上がっていきます。相手に当たりましたね。コーナーキックになります。まあでもよく戻ってましたね。ヘッド、あ、大きくそれました。絶好の場面に見えましたが、ここは合いませんでした。難しいボールでしたけどね。いや惜しかった。田中、フィジカル面強いですよ。いい攻撃。さあ動きが速くなる。和田、縦に出して、手元の時計では30分が過ぎようとしています。縦に出す、競り合った。これは通りませんでした。いや反応早かったですね。頭で渡す。ここはボールを下げました。栗原、ちょっとよろしいでしょうか。ホーム側ですけど広く使うよう指示を出していましたね。攻撃が単調になってきたのを気にしているようですね。ああなるほど。左に送って、おお、フリーだ。ここで奪い合う。届かない。さあ北澤さん、 F マリノスまだ得点はなく0対0。少し前から比べると相手に中盤を支配され始めているように見えるんですが、この辺りは油断すると危ないですね。左にはたいた。2人がかりのマーク。おっと上がってきますよ。中澤、後方へパス、下げて、ここは田中、ここから栗原、中澤、奪い返した。和田、ああいいカットでしたね。中央へボールが出てきた。可能、田中、まだコースを探しています。
田中、必要なチェック、プレッシャーを与えます。そこから滝沢、ボールはタッチラインを割ります。最後に触ったのは田中、山瀬、激しいマークを見せます。早川、玉野、ここは小野、ディフェンダーとしてプレーします。直接フリーキックになります。なんとかクリア、マルケス、縦に送ります。おっと、軽く出して一旦返します。そしてここは可能、再びスローインとなります。これを返してもう一度河合、必要なチェック、プレッシャーを与えます。そろそろ前半も40分を回るところ、コースを探している、一旦預けます、後ろへ預けた、通らない。マルケス、ここは坂田、一本のシュートを打っています。プレッシャーをかけます。 F マリノス、ボールキープしています。ここでリターン、縦に送ります。ボールを回して田中、スローインへと変わります。前に送って、積極的に行きます。ここまでですが、両チーム合わせてもまだそんなにシュート打っていません。そうですね、もう少し打っていってほしいですよね。シュートシーンがまだ少ないですよね。右へ、いいところで受けた、ここで激しい、弾いた、ここは一難逃れます。サイド攻撃を見せましたが、ここは攻めきれませんでした。田中、体を入れた、おっと、ここで前半終了のホイッスル。さあ北澤さん、前半を終えたところなんですが、まだ両チーム無得点、いかがでしょう。そうですね、作戦なのかもしれませんけどもね、見た感じはちょっと牽制し合ってる感じもしますよね。はい、さあ後半どういう試合展開になるんでしょうか。前半を終えて点差はありません。両チームスコアのないまま折り返します。後半がスタートしました。後ろへ、 F マリノス、ボールを回します。これはつながらない、激しく奪い合います。前に出した、右へ出す、ここは戻します。さあ攻撃に注目です。ねじめ、いい攻撃、スライディング行くか、サイドからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。そして河合、右に送ります。田中、さあどんな展開を見せるのか。ここは戻します。ボールは右サイドへ、チェックきついですよね。激しいチェックが続きます。滝沢、右へ出した、チェックきついですよね。これがつながらない、短くつなぎます。上野、どう崩していくか。栗原、玉野、激しいマークを見せます。ちょっと合いません。
ここから河合、どう攻めていくのか。ヘディング、そしてここは山瀬、さあこれはスペースに抜ける、ああ惜しい、かろうじてクリアしました。コースを探す、オノヘッドでクリアした。中へボールが入ってきたんですが、落ち着いた守りを見せています。3人も入ってきたんですけどね。滝沢、オノ詰め寄られた、どう攻める。上野、右に回して、どこから攻めるのか。右から行きます、一人で上がります、ファールを取られました。滝沢イエローカードを受けました。危険なプレーでしたね。あと一歩回り込んでほしかったです。そうですね、フリーキックとなります。いい守りを見せました。栗原、激しいマークを見せます。玉野、落ち着いています。さあチャンスを迎えた、一人で上がってきている。行きますね、競り合った、小さく回します。大きく横へ運んでいきます。一旦後ろへ返します。栗原、そこから中澤、真ん中から上がっていこうというところ、左へ回す、リターンからねじめ、山口少し出して、後半に入って10分以上が過ぎました。 F マリノス、ここまでなんですがどうでしょう。まだ得点はありませんけどね、前半に引き続いて好調ですよね。インターセプト、ここはしかしねじめ、頭で競り合う、右に出して、加納、田中、ディフェンスの選手です。いいプレッシャーだ。右に展開します。内田、横へ運ぶ、胸で受けます、一度下げて、滝沢うまく食い止めます、果敢に奪いに行きます、大きく横へ運んでいきます。さあ右サイド、わっと抜けてきたぞ、ここはヘッドでクリア、ここで受けた、外へ開いてきた、ホットキーパー、ここはがっちりとキャッチします。左へ、かわい、田中、うまくトラップ、さあどんな攻撃を見せるんでしょうか。これはキーパーセーブしました。ディフェンスラインで回します、右にさばいて、前に出した、おっとこれは激しいタックルです。主審が走っていきます。オムラ、主審に呼ばれます。ここは阻まれました。小さく出した、一旦返します。和田、
前に出した。おっとここで上が吹かれました。オフサイドですよ。なるほど、旗が上がっています。中澤、上野、右に送ります。河合、後半30分を回ろうというところ。タビアさん、はい、ホーム側ですけど選手にアップの指示が出ていますね。交代がありそうですね。はい、ここで交代の動きがありそうです。早川、ここで選手変わりますね。そうみたいですね。さあ横浜 FC 0対0で迎えた後半、先に選手を入れ替えます。一旦後ろへ返します。チャンスを伺っています。矢蓋、必要なチェック、プレッシャーを与えます。さあ競っていく、競り合った、後ろからチェック、ここから行くか、スライディング左へ送ります。いいワンツーだ。さあこっからだ、いいところで受けた、ヘッドだ、ポスト直撃、入ったゴール、いいですね。横浜 FC ついに最初のゴールが生まれました。浜野、チーム待望の一発を決めます。試合が動きました。最後は左足で決めました。本当ね、シュートセンスが素晴らしいですよね。画面ではリプレイをご覧いただいています。しかしこの先制弾いかがでしょうか。横浜 FC としてはこのゴールで少し余裕が出ましたよね。さあいずれにしても面白い展開になってきます。横浜 FC まずは1点先行しています。こちら側としてはね、これでちょっと面白くなりましたよね。はい、引き続きここから注目していきましょう。前へゆっくり送ろうという場面です。早くも攻守が変わっています。横浜 FC 右へ前に出した、右へ内田、さあ競っていく、追加点のチャンスだ。ここで激しいサイド攻撃を見せましたが、ここは攻めきれませんでした。和田、このスルーパスはオフサイドです。戻ろうとしたところでしたけども、ちゃんと見てましたね。いいプレッシャーだ。ちょっとよろしいでしょうか。はい、ホーム側ですけど、ここで2枚目のカード切ります。12番の選手を下げて代わりに14番を投入するようですね。はい、ベンチが慌ただしくなったという情報が入りました。競り合います。今行けますよ。細かいボールの奪い合い、横浜 FC またメンバーを入れ替えてきます。1枚イエローもらってますから、その辺もあるかもしれませんね。後ろにはたいた、おお、いい攻めを見せたんですが、ちょっとうまくいきませんでした。縦へ、右足で守りが固い、見せますね。プレッシャーをかけます。ここはディフェンスされました。後ろからのマーク、小村、後半40分が過ぎました。久保、詰め寄られました。カードです。後ろから行ってますからね。そうですね。久保倒されています。
田中、ここで入れ替わります。このセットプレーは横浜 FC ボールになります。いい形で切り込んでいったんですけどね。ここは阻まれました。坂田、後方へパス、ボールは左サイドへ、縦にボールが出て、いい攻撃だ。さあ打っていった。ここでホイッスルがありました。絶好の場所でのフリーキック、入り込んだ。キーパーしっかり止めました。しかしよく攻めてますね。田中、横へ動きます。これは読まれていたようです。坂田、うまくコースを塞ぎます。激しいチェックが続きます。まだプレーは続いているんですが、どうやら足を痛めているみたいですね。痛そうですね。一旦戻します。下げて、ここは奥、松田、ここは河合、おっと、うまいですね。いいディフェンスだ。守りが固い。ここで終了の笛が鳴りました。1対0、横浜 FC 1対0で勝利。踏ん張りました。試合を振り返っていかがでしょうか。横浜 FC としては終始自分たちのリズムで戦いましたからね。いい内容の試合を見せてくれたと思いますよ。チームの状態も良かったですからね。はい。さて、それではざっと今日の印象に残る場面を思い返してみましょう。後半8分、マルケス、なかなかのシュートを見せてくれました。はい、そうですね。まあ外れてしまいましたけど、場所としては申し分ないとこでしたからね。打った選手にとっては残念でしょう。そして今日のポイントとなった場面、後半32分、タマのあの局面で先制点を決めています。さあ、そして今度は試合データです。横浜 FC、 おお、支配率では負けているんですね。ああ、そうなんですか。やっぱりここぞという時の正確なボール扱いが大切だということですよね。本日の結果は1対0、横浜 FC 勝利をものにしています。今日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。実況はジョン・カビラがお伝えしてまいりました。それではフットボールを愛してやまない皆さん、またお会いしましょう。さようなら。